こんにちは、マクワタンです。こちらのキャベツ、シュピツコーンを使ってコンペ焼き作ります。このとんがった形のキャベツ、日本のキャベツみたいに柔らかくて甘みもあるので美味しいんです。他に材料はこちら、豚肉ですね、それから卵、そして片栗粉。これだけで簡単に美味しく作れちゃうので、最後までご覧いただけると嬉しいです。まずはこちらのキャベツカットしていきましょう。とんがり部分を最初にカットして、こちらを半分にして、ここからザクッと千切りです。ある程度食感を残したいので、そんなに薄い感じじゃなくて OK です。とんがり部分以外食べられる量をカットして、こちらも千切り。繊維に対して直角に包丁を入れていきます。 2,3 ミリくらいの厚さですかね。こんな感じでカットできれば OK です。豚肉、こちらは何でもいいです。今回は肩ロースの端の部分ですね。バラ肉とかでも美味しいと思います。こちら細切れにしていきます。あまり厚くならなければ OK です。切りづらい場合はお肉を少しだけ冷凍させると硬くなって切りやすいですね。細切れなので適当にこんな感じで切れれば OK です。お次、卵ですね。今回2個使います。片栗粉と少しのお水、そしてお塩をちょろっと。片栗粉を入れると卵を巻くときに破れづらくなるんです。こちらをある程度粉っぽさがなくなるまで混ぜられれば OK ですね。お次、お好み焼きソース作ります。海外暮らしで日本のお好みソース買うと高いですよね。ウスターソースがあれば作れます。ドイツスーパーでも買えます。ウスターソース、そしてレモン汁、ケチャップ、砂糖、こちらで作っていきます。お鍋に材料入れていきます。ウスターソースとケチャップ、こちらは同割りで、砂糖を入れお好みの甘さに調整、そしてレモン汁、こちらで火にかけていきます。強火で大丈夫です。混ぜて砂糖を溶かし味見をしてください。足りないようであれば砂糖、少し甘みがある方がお好み焼きソースっぽくなります。砂糖全部で大さじ 1.5 入りました。調整してください。こちらを混ぜて軽く沸騰すれば完成です。簡単ですね。さあ、フライパンコーナー、サラダ油を少し温めていきます。フライパン温まったらカットした豚肉を入れ、強火で火を通していきます。下味として塩を 1g、 1つまみ胡椒をガリガリガリ少々入れ、強火でまず炒めていきます。1分ほどざっと混ぜ炒め、7、8割程度火が入れば OK です。こちらを一度引き上げます。ちょっと赤い部分が残っていても大丈夫です。後でまた火を通します。ここで火を通しすぎると肉が硬くなります。フライパンこのまま使っていきます。カットしたキャベツを入れ、肉を焼いた油を吸わせるように強火で混ぜ炒めていきます。下味として出汁の素ですね、こちら小さじ 1/2 を入れ、混ぜ混ぜ、そして塩をほんの少し、 0.5g ぐらいのイメージですね。こちらを入れ、強火でしんなりしてくるまで炒めていきます。だいたい1分ぐらいでこれぐらいまでしんなりしてくれば OK です。かけておいた豚肉をここで戻し入れます。豚肉を入れたままキャベツも一度に一緒に炒めると、どうしても豚肉に火が入りすぎて硬くなるので、別々で最後に一緒にしました。豚肉を戻し1分ほど炒めているとキャベツが肉の油を吸ってさらにしんなりしてきます。これぐらいまで来たら具材をフライパン上部片側に寄せ、お皿を用意して、この形のままスッとお皿に乗せてあげます。こんな感じの形で乗せておくと、後で卵に巻くとき巻きやすくなります。フライパンは洗ってきれいにしておきます。この機会にぜひチャンネル登録をお願いします。さて、フライパンをきれいにしたら、サラダ油を少しだけ引いて温めていきます。油の感じがスーッと水みたいになれば温まってますね。用意しておいた卵を入れていきます。卵を入れたら薄焼き卵を作ります。手首を回してフライパンの縁部分にも卵が行き渡るように回していきます。この時フライパンは火から離しています。ある程度卵が固まってきたら、火加減を中火にしてフライパンを火に戻します。ここでゴムベラを用意して、卵の円の縁に軽くゴムベラを入れるようにして、そのまま縁部分をこんな感じで一周させていきます。あまり力を入れすぎないように優しくゴムベラを入れていく感じです。一周できたら一番弱火にしてフライパンをコンロに戻します。用意しておいた具材を卵の円の上部分にスライドさせて置いていきます。卵が破れないように優しく置いていきましょう。具材が置けたら、卵の下部分にゴムベラを少し入れ、ちょっと剥がしてあげます。剥がしたら端の部分を指でつかみ、真ん中まで折りたたみます。片栗粉が入っているので卵がしっかりとして破けづらいです。反対にして上部の真ん中もゴムベラで折りたたみます。10秒ぐらいこの状態をキープすると卵が固まって折り目がついてくれます。
こんな感じで真ん中に折り目がついたら、真ん中脇部分も同様にヘラで折りたたみ形を作っていきます。両端部分同じぐらい10秒ぐらいこうキープしてあげると形ついてくれます。両端脇部分いい感じに卵が締められたら、ゴムベラを卵焼きした部分に少し潜らせてあげて、卵がフライパンから離れるのを確認したら、ゴムベラで卵を軽く押してフライパン上部の縁まで移動させます。最後に全体的に形を整えます。上の端の部分をちょっと折りたたみます。こうすると綺麗な感じになりますね。こんな感じです。お皿に盛ります。フライパンの柄の部分を逆手で持って、フライパン上部をお皿にくっつけて、そのままの方向でフライパンを皿にかぶせるような感じにしてあげます。こんな感じで綺麗に盛れましたね。さてこんな感じで盛れたら、最後にちょっとね手でグリッとやってあげるとね、形ある程度整います。まあこんな感じでいいんじゃないでしょうか。最後にね用意しておいたこちらのお好み焼きソースですね、たっぷりかけてあげましょう。たっぷりかけると美味しいですよね。マヨネーズもたっぷりかけてあげましょう。これはあればでいいです。青のりをバラーっとかけて、かつお節もあった方がいいですよね。こちらバラーっとかけてあげれば、こちらでいい感じじゃないでしょうか。美味しそうですね。紅生姜もねあれば持ってあげましょう。こんな感じでございます。こちらでキャベツ大量消費、自家製お好みソースのとんぺい焼き完成でございます。おいしそう。今から食べていきます。うん、うん、出ました、おいしい。まずソース、これは間違いなくお好み焼きソース、マヨネーズとの相性抜群です。中からしっかりとした甘みがあって、うん、いい食感のキャベツ、そして豚肉もゴロッと出てきて、全体のバランス感がとってもいいハーモニーを生み出します。おいしいってことでビールいきます。どうでしょうか。ビールがふむつて居酒屋的おつまみ的に最高でございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。以上です。